購入した秋冬アイテムとスヌーピーコラボバッグを使ってコーディネートをいくつか組んでみたので、よかったら参考にしてみてください。まずは島村で購入した秋冬の服を紹介していきます。まず1点目はこちら、お値段は990円プラス税でございます。そして2点目のトップスはブラックで、お値段の方は890円プラス税でございます。そしてこちらのトップスはお値段1290円プラス税で L サイズを購入しました。最後にこちらのトップスは先ほどと同じくお値段1290円でございます。こちらのロングベストはお値段1790円プラス税でございました。私は濃いオレンジ色の L サイズを購入しました。最後に小物、これがねめっちゃ肌触りが良くて本当にこの値段って感じなんですけど、お値段1290円でございます。カラー展開もねすごいたくさんあって、もう肌触りが1290円とは思えない、本当に毛皮感がすごいんで、ぜひこれは買ってほしいです。まず一つ目のコーデはこちらでございます。ユニクロと島村でコーディネートしてみました。インナーはユニクロのヒートテックフリースタートルネックティーで、デニムはスリムストレートハイライズジーンズでございます。島村のロングベストも今年の最近買ったもので、カラーが結構いろいろあったんですけど、このオレンジっぽい明るいカラーが一番可愛くて私はこれにしました。バッグとの相性もいい感じで秋っぽいコーディネートだなと思います。ベストは横に大きなスリットが入っていて、このね表の網目模様もいろいろな模様が実は入っているので、そこがおしゃれだなと思います。それからね肩がちょっと落ちてて、ここがちょっとくるっとなってます。そこも可愛いポイントです。このねシルエットが本当に可愛すぎて、結構いろいろな店舗で店頭に飾ってあったニットでお気に入りです。ヒートテックフリースもふわふわでお気に入りです。お次2点目のコーデはこちらになります。こちらはがっつりユニクロのちょっとボーイッシュなかっこよめコーディネートです。小物はすべて島村です。ちなみにトップスは今年の1月1日に発売された長場優さんとのピーナッツコラボ商品になっております。アクセサリーのジョークールスンさんもかっこよきですね。そして島村バッグは一番最新作のものになっております。こういうかっこにね合うなと思います。そしてハットは島村でちょっと前に買ったもので、こちらも動画で紹介しているのでよかったらチェックしてみてください。ネックレスはね意外と長さが長かったので、結構シンプルな服に合わせると良さそうです。お次3点目のコーディネートはこちら、シンプルなんですけどもちょっと上品めです。またまたジーンズはユニクロの使い回しでございます。このジーンズ本当に綺麗に見えるのでおすすめです。よかったら買ってみてください。このバッグもねモコモコの割と最近出たバッグですね。色味がねちょっと上品っぽいですよね。この島村のトップス1290円に見えないですよね。めっちゃ可愛い、デザインも可愛いし、この先がくるくるってなってるのも可愛いです。裾のね丈のところもくるくるってなってます。カラーも何色かあったんですけど、この色合いが一番高見えするなと思ってこれにしました。ダボっとした作りになっていてすごい着やすいなと思います。裾がね可愛いのでインしなくて着るにもいい感じに着こなせます。それとねモコモコバッグの色もねちょっと上品めじゃないですか。めっちゃ可愛いです。このコーディネートは色合いがすごい私的にお気に入りです。それからですね、ここベルトの部分調整できるんですけど、一番短くしてこの長さなので割と斜めが気にする時のベルトの長さ長いなという感じがしました。それからですねこんな風に上からダウンを着てもいい感じです。色合い的には上品めなんですけども、カジュアルに着ることもできるので普段着にすごいおすすめです。4つ目のコーディネートはこちら、ちょっとお仕事にも着ていけるような大人っぽコーディネートにしてみました。島村とスヌーピーのコラボセリーヌ風バッグの中でもこれが一番お仕事にも使えそうなバッグかなと思ってこちらを選びました。一周回ってみるとこんな感じです。このトップス990円なのに結構すごい気に入ってて、ハーフショルダーになってるのもすごい可愛いですし、
スクエアのね開き方もいい感じですし、配色もね可愛いんですよ。胸元が開きすぎないのもいい感じです。しかもねデブニット結構いい感じの素材しっかりしてます。それをちょっとまくってクシュクシュってするとパフショル部分がより可愛く見えるなという感じがします。もう一個ねちょっと安め690円ぐらいでパフショルじゃないんですけど同じような形のもあったんですけど、そっちは割と薄くてちょっと着たら透けるなっていう感じだったんですけど、こっちはね300円の違いですごいしっかりした素材感でした。手をね伸ばしてみるとこんな感じで、袖がちょっと長めなんです。私結構昔から腕が長いって言われるんですけど、それでも結構ね手首カバーしてくれる長めのお袖もいいなと思っております。パンツとジャケットは神戸レタスで昨年購入したセットアップになってるんですけど、ちょっとお値段忘れちゃったので申し訳ないんですが、割と安かったと思います。3000円ぐらいだったかな、どっちもっていう感じです。ジャケットを着るとねこういう風により仕事場でも着ていけそうなリブニットだなっていう感じがします。実際にすでに私は職場に 1,2 回着ていきました。カバンとの相性もバッチリです。5つ目のコーディネートはこちらでございます。ちょっとガーリー系です。スカートはダブルクローゼットで今年の夏にアウトレットで購入して3000円だったものなんですが、すごいお気に入りです。いいベルトが見つからなかったんですが、本当はこれにベルトができたらいいなと思いました。このカバンもとんでも可愛いですよね。ガーリー系ということでベレー帽をかぶってみました。高流ロイ素材なので秋冬に合いそうな感じになっております。トップスは島村で1290円だったのですが、こだわりポイントがたくさんあります。このね袖キュッて絞られてるんですけど、あとはちょっとポヨンってなってるのが可愛かったり、肩にフリルがついているのがボリューム感があって可愛かったり、それからこれボタンが4つついてるんですけど、これはフェイクのボタンで実際にボタンではないんですけど、アクセントになっていてとんでも可愛いです。ジャケットを羽織るとカーディガンを着ているようになります。カバンもね結構ねサイドの部分とかがすごい可愛いデザインになっているので、こういう服装に合うかなと思ってこちらを選びました。お次がラストのコーディネートになります。今回もスカートはダブルクローゼットでアウトレットで購入したんですけど、お値段2000円ぐらいだったかなと思うんですけど、それぐらいです。柄がすごい可愛いんでお気に入りです。バッグは今回も島村で最近発売されたボストンバッグです。こういうね上品めな格好にすごい合うなと思いました。トップスは島村でなんとこれ890円なんですけど、ニット部分すごいしっかりしていてめちゃめちゃお気に入りです。しかも袖がちょっとパフショルになってるんですよね。こういうねギャザーが入っていて、袖の部分だけ素材感がちょっと違うくて薄めなんですけど、私的には中にインナーいっぱい着れば全然問題ないかなと思います。こんな風にね素材がちょっと違うんです。カラーもブラックですごい使いやすい、いろんな着回しができるニットになっているのでめちゃめちゃこれは重宝しております。これも袖がねちょっと先はキュッてなってて、そこから広がる感じでシルエットとしてもとんでも可愛い感じになっております。このトップスが890円で手に入るならもうちょっと何着か買ってみてもいいなと思いました。それから最後にこちら、もうね最初にも紹介したんですけど、めちゃめちゃ気持ちいいすごい高見えのマフラーなんですけど、こんな風に通すだけでこんなに簡単に可愛く巻くことができます。これで一気にさらに上品感がアップするなと思いました。これもね冬に大活躍しそうな小物です。プチプラなのにとんでも高見えです。よかったら皆さんも参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はいつもとちょっと違うようなコーディネート動画にしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。以前コメント欄でリクエストいただいていたので、島村バッグを使ったコーディネート例を作ってみました。ではまた次の動画で、じゃあねバイ。